こんにちは、中本白秋です、今回は190番のですね、月編の美しい書き方について解説します。月って字は単独で書きますとこう書いて、ちょっとこうくびれさせて、また逆にそっとしてゆったり跳ねる。そしてこう、まあ月ってこういうの書きますね。編になりますと少し右足をこう切るんで、少しこう狭く書きます。例えばちょっと書いてみますと、月編。編ですから、ちょっと右のリズムを強く書いて。で、こうゆったり、右やり強く。こんなイメージですね。そして、作りの方の右やりは、あまり強くしない。通常の書くときの右やりのリズムです。これが吹くって言うんですね。例えば、チンって言うんですね。こうして、こう。こんな感じですね。じゃあ、友って月2つの場合、月2つの場合は、月を2つ書くときはですね、最初のこう月編を書きますけれども、2番目の月は、後から出てくる月はちょっと最初の月よりは少し大きめに書きます。同じパーツを繰り返して書くときには、後から書く方が少し大きめに書く。そうするとうまくいきます。そしてこの月をですね、もう少し細かく説明しますと、はい、右側に書いた月辺ですから、右あれをこう強くしますね。で、後から書くパーツは少し大きめで、今度は右あのリズムを少し抑えます。これに書くと美しい、友って字ができてきます。ここで月辺の大事なことはですね、最後の跳ねるとこですね。ちょっとここで書いてますね。こういうふうに書いた場合と比較してください。ちょっとここをこう狭く書かないで、こうゆったり書くように、もう少し極端に説明しますと、こう来てぐーっと横に押し出すぐらいの、このぐらいの跳ね方がいいんですね。これゆったりとした雰囲気になる。これは良くない。これ丸丸。以上、今回はですね、月編の美しい書き方について解説しました。これで説明を終わります。